ヤコッポ・バッサーノは、イタリアルネサンス期のベネツィア派の画家である。ヤコッポ・ダル・ポンテの名でも知られる。主に風景や風俗画を含む宗教画を描き、動物や野草画を描いたバッサーノの絵画は、ベネツィアで非常に人気があった。4人の息子、フランチェスコ・バッサーノ、ジョバンニ・バッティスタ・ダ・ポンテ、レアンドロ・バッサーノ、およびジローラモ・バッサーノも画家となった。1562年から1563年頃の絵画前期サマリア人のたとえ。ロンドンナショナルギャラリー所蔵。1563年から1564年頃の絵画三博士の礼拝。美術史美術館所蔵。ヤコッポ・バッサーノは1510年頃、ベネツィアから約65キロ離れたバッサーノ、デル・クラッパの町で生まれた。聖のバッサーノは生まれ故郷の地名に由来する。父フランチェスコ・バッサーノ・イルベッキオは主に同地の様式で、宗教的な絵画を制作する家族の工房を設立した地元で成功した画家であった。若い頃、バッサーノは父親の工房で見習いとして修行した後、1530年代にベネツィアに赴いた。ベネツィアでは画家ボニファーツィオ・ベロネーゼに師事し、ティツィアーノ・ベチェッリオやイル・ポルデノーネなどの有名な芸術家に触れた。1539年に父が亡くなった後、彼はバッサーノ・デル・グラッパに戻り、1546年に地元の女性エリザベッタ・メルツァーリと結婚して故郷に永住した。バッサーノは父が経営していた工房を引き継ぎ、やがて彼の4人の息子たち、フランチェスコ、ジョバンニ、レアンドロ、ジローラモも工房で働く画家として成長し、様式及び主題においてバッサーノに忠実に従った。1592年のバッサーノの死後、息子たちはバッサーノの様式で数多くの作品を制作し続けたため、後の美術史家がどの作品をバッサーノ自身ないし彼の息子たちが制作したかを確認し区別するのを困難にした。ヤコッポ・バッサーノは居心地の良い故郷を去ったことに嫌気がさしていたにもかかわらず、アルブレヒト・デューラー、パルミジャニーノ、ティントレット、ラファエロ・サンツィオを含む多様な芸術的影響を自身の作品に組み込む才能によって、ルネサンス期の仲間の芸術家たちの間で他に類を見ない画家とみなされていた。バッサーノは彼らの版画を見ることで、その芸術を学んだと信じられている。バッサーノが同時代の他の芸術家から様式的特徴を思考し、吸収する能力は彼の芸術に見られる4つの異なる時期から明らかで、ある。それぞれの時代は自身の美的感性を芸術家仲間の様式と調和させる彼の努力を示している。初期の作品は1530年代以降である。父、ボニファーツィオはティツィアーノの作品に対する永続的な理解を若いバッサーノに伝えた。その影響は初期の作品にはっきりと見られる。バッサーノの初期の絵画、特に地元の教会のために委託されたエマオの晩餐では、ティツィアーノの初期の作品に見る鮮やかな色彩に対する生涯を通じた執着が見て取れる。この作品ではバッサーノは人物を周囲の環境と区別するのに便利な明るく豊富な色でキャンバスを満たしている。彼はキリストの姿を場面の後ろに配置して周囲の人たちに構成上より重要な役割を持たせることで、同時代の絵画的慣行から脱却している。彼らはまたその衣装でユニークである。多くのルネサンスの芸術家が古典的な古代ローマのファッションとみなした垂れ下がった衣装の代わりに、バッサーノは16世紀の衣装を人物に着せることを選択した。この作品のディテールは最もよく議論される側面である。多くの美術史家にとって、彼がテーブルに置いた種々の食物、横になっている犬、椅子の周りをこっそり歩く猫、そして多数の二次的な登場人物は同時代の様式的慣習に頼るのではなく、バッサーノの人生から引き出した実践の証である。バッサーノの作品、最後の晩餐は、イタリア美術におけるマニエリスムへの新しい関心を示している。作品の中でバッサーノは、デューラーの版画とラファエロの絵画に関連する影響を表現している。これは特に主題の非常に熱を帯びた感情と人物像の動的で高度に様式化された姿勢によって表される。彼がマニエリスムの高度に発達したデザインの要素に傾倒していたことは、キャンバスのディテールごとに鑑賞者の目を引くアクティブな構成を作り出す注意深い配置と人物の特徴から明らかである。より安定した以前の人物像と比較して、最後の晩餐の人物像は初期の作品のぎっこちない古びた姿勢ではなく、肌が皮膚の下の筋肉と腱を示唆しており、生きているように見える。バッサーノは1550年代から1570年代頃に照明及び主題の面で思考を始めた。画家が人工照明で夜の風景を描いたのはこの時期である。バッサーノは野草画を描いた最初期の芸術家の一人として知られるが、このタイプの絵画は地元で非常に人気があり高く評価された。バッサーノはまた作品の中で、彼の父親と彼の環境の一部の両方によって描かれた牧歌的な要素をより顕著に際立たせ始めた。ルネッサンス期のバッサーノと同等の芸術家が行ったように古典的なローマの設定で宗教的場面を配置するのではなく人物をより自然な風景の中に配置して木々や花々を人物の姿と同じように注意深く描写した。バッサーノ・デル・グラッパのヤコポ・バッサーノの記念碑。ありがとうございます。